えどうもいろいろ考えていきますとですねえ今度まあ北九州を中心にまあ非常に大きなえ水害がありました主には雨がが降ったたとまあそれれでで木がものすすごく流れたわけですね今までそのどういう全体的なものだったかっていうと地球温暖化とかリサイクルとかまあそういう人間の頭で作ったまあっ簡単に言うと無意味な環境っていうのが非常に騒がれました。 これ騒い、騒いだのは主に朝日新聞と NHK ですけど、その、どうして彼らがそういうものを騒いだかっていうのは、まあ、日本を、まあ、ある人にはですね、専門家では日本を破壊するためだって言ってたけど、それほどの意図があるかどうかちょっと分かんないんですけども、いずれにしても結果的にはそうなりました。えここにちょっと書いたんですけども、国土保全の、まあ、国の予算、大体800億円ぐらい、まあ、これに対して温暖化対策費は3兆円と言われて、ちょっとこの比較はですね、 少しおかしいような気がするんですがいずれにしても、えー、温暖化対策のように全く意味のない対策にものすごい膨大な金を使って、えー、もう目の前にあの迫っている、まあ、日本の重要な環境問題ですね、まあ、特に山林とか海岸とかそういったものをですね抜本的に改善していって、まあ、日本の国土を住みやすく環境のいいところに変えていくと。 いいいう試みはですね全く行わわれていないわけしか、ね、えー、山林の方は非常に簡単でまず非常に大切なことは、えー、っと現在農地の所有者がバラバラになってるわけですがそれをですねやっぱり農地改革をやったようにですね、えー、っと山の非常に奥の方で材木なんか切り出せないところは、まあ、国有地ですねにしてですね、まあ、そこに えー、ブナとかクリとかいった紅葉樹林を植えるとすると紅葉樹林は、えー、葉っぱが落ちますからやがてその葉っぱが土のところに溜まってですね、まあ、巨大な保水層を形成するだからさあ若干雨が降ってもですねそれを全部吸収してくれるしかもどんぐりとかその落ちるのでそこではクマとかシカとか、えー、リスとかそういったものが住むことができるとそれから人里と、えー、山のそのあの その山の奥の間はですね杉とかヒノキという針葉樹林を植えるとそうするとここは針葉樹林ですからあまり葉っぱが落ちない、まあ、しかし時々は簡単な枝打ちをしてですねそれで枝打ちの木が葉っぱが少し残るようにするとそれからここではどんぐりなんかとかその全然ありませんから野生動物はこの人工林のところは入ってこないということで山の奥から紅葉樹林のいわば自然林 それから定期的に植林をして間引、えーま、きをし、えー、それで、えー、枝打ちをしてですね立派な木が生えて、まあ、根が張っている杉とかヒノキのところ、まあ、これを作ってですねそして人里には動物も来ないしそれから水害雨が降ってもですね保水性が高いと、まあ、そういうような森林をですね計画的に作る必要があるわけですね。 これはまあ私が聞くところによると、林野町っていうのが非常にそういうことではなくて、まあ、林野町にすく、まあ、自民党の属議員、自民党以外はまあほとんど、えー、議員さんは興味がない。何しろほとんどが東京にいますからね、東京の議員会館なんかにいてですね、まあ、山林を一生懸命考えるというのは人はいないわけですよね。で、従って、えーまあ、今度の水害はですね、差し引き、 のあの根があんまり垂直に張らないような、えー、そういうやり方をしてるという説もありますけど私はやっぱり基本的にはですねやっぱり間引いて、えー、枝落ちをして、えー、下草を作ってそして山を保全し立派な材木を作りその立派な材木を作る過程で出る歯切れですね、まあ、大体150ーベぐらい標準的に。 えー、木質材料っていうのが太陽の光で取れればそのうち最終的に材木になるのは30粒米5分の1ぐらいですから、えー、やっぱりですね我々はベニヤとかそれからあのなんですかねあの割り箸とか、まあ、そういうものを紙ですねそれを積極的に人間あの日本の森林のものを使っていくというのが必要なわけですね。 で環境運動化ってもちろん全然矛盾したことを言ってるのは駄目なんですけども、えー、森林こそがですね太陽エネルギーを使用するつまり再生可能エネルギーを使用する最もいい、えー、再生なんですねで。日本はおまけに世界第3位の森林国で森林面積は67%秋田県とか高知県のように森林王国では80%を少し超えるぐらいの森林面積を持ってるわけで。 これを有効に使わずしてですね、まあ、日本の環境を論ずるなかれという感じなんですね。ですから、えー、ものすごく歪んでる、まあ、特に紙のリサイクルとかそれから割り箸をその結局寄付して森林を壊すといって寄付してですねそして、えー、端材を使わなくしてしまったと、まあ、製材業者もほとんど日本では潰れてしまってその代わり外材を使ってるっていうもう 歪歪みに歪んだことになったわけですねこれはあの私が憲法改正反対ってやってるんですけど同じことなんですね。現在の日本はですね、もうすでになんか議論することができなくなってしまっているわけですね。ま,あ、まともな議論をしようとすると、その人をバッシングで叩くと、まあ、いうことになってるわけですね。僕なんかまあ、その生き残りみたいなもんで、バッシングされてもバッシングされても頑張ってずっといろんなことをリサイクルしちゃ駄目だとか、温暖化は対策ないとかですね、山林を。 あ大切にするとか紙のリサイクルは20%ぐらいでいいんだって意識も言ってきましたが、まあ、言ってみればがっちり議論をするようなことができなくなったってことですね主には、まあ、朝日新聞と NHK の人たちが非常に強く反省をしてもらいたい、まあ、日本の子どもたちのために、えー、つまんない自分たちの利権のとかそういうもんじゃなくて本当に対極的で奥の深い議論を今後はしていってもらいたいと思うんですね。それから海岸線もそうで まあ日本は地震も多いし津波も多いしですね、海岸線、海岸線が少し複雑すぎるんですよ。まあ、複雑な海岸線では確かに風光明媚なんですけれども、やはり災害のことを考えますとね、海岸線の整理というのも大切なんですね。まあ、国土に手をつけようとすると非常に反対運動が多いんですけども、だけどそこもしっかり考えてですね、あまり急峻な山はですね、削った方がいいです。えっ、ー、と、例えば、えー、あの、大雨が降ることに、 えー、崩れる？山っていうのはですね。これはやっぱり安息閣つっ,ってですね。土の適当な角度を超えてるんですね。で、これは人間がいない時はですね。どんどん崩れてたんですよ。まあ、現在のその東京の平野もですね。関東平野もそれから木曽川が作った野辺平野も大阪の平野もですね。みんな山が崩れて出てきてるわけできてるわけですから、人間がいない時は山は崩れてたんですよ。で崩れる山が正しいんですね。 ですから災害が起こりそうなところはですね今は人間が積極的に崩すかもしくは崩れた山はさらに少し崩して成長するということをしていかなきゃいけない今のようにですね自然は手をつけちゃいけないっていうのが逆になってそして元に服する急に服してコンクリートで固めてしまうというねそれはまあ,あ我々が日本の自然の中で生きるという点では全く逆方向であります。 それから海岸線もそうなんですけども、えー、っと岬がこう突き出てるようなところですねそこはあの道路も迂回しなきゃいけませんしいろいろ危険なところがあるんですねそれから海岸があまり入,れ入り組んでると東北地方なんかいつまでも、まあ、そのリアス式海岸における津波というのが起こるわけですねですから思い切ってここも、えー、昔自然が自分たちでやってたことそれは自然を何も悪くするとか壊すということじゃないんですね。 岬の必要じゃないところは全部岬を削って埋め立て平野を作ってですねそして、えー、それはやがて日本が日本列島があと1億年か10億年か経てばですねそうなる姿なんですねですから別段そういう点で今度の九州の水害はですね、まあ、日本の国土保全もしくは我々が 日本の国土で我々の子孫が暮らしていく上でですね都市における豪雨なんかもそうなんですが、えー、土に雨が染み込まない木が少ないから木から蒸発するってこともない急激な気温の天候の変化がある。 それを全部温暖化の責任にする全然温暖化じゃないのに温暖化が原因になるそれで温暖化ガスを削減しようっていう全く検討外れのことをずっとここ20年ぐらいやって日本っていうのは自然も壊れるし人間の犠牲も出るしそれから環境も壊れると、まあ、こういうことをまあ環境省、まあ、それからえ林野庁それから NHK 朝日新聞という。 太鼓、まあ、持ちの人たちがですねやってきて我々の子供っていうのは本当に大きな傷を負った国土に住むことになるんだろうと、まあ、思うわけです林野町に住く、まあ自民党の族議員自民党以外は、まあ、ほとんど、えー、議員さんは興味がない何しろほとんどが東京にいますからね東京の議員会館なんかにいてですね、まあ、山輪を一生懸命考えるような人はいないわけですよね でしたがってえまあ今度の水害はですね差し木の,あの根があんまり垂直に張らないようなえそういうやり方をしているという説もありますけど私はやっぱり基本的にはですねやっぱり間引いて枝落ちをして下草を作ってそして山を保全し立派な材木を作りその立派な材木を作る過程で出る歯切れですねだいたい150ー米ぐらい標準的に えー、木質材料っていうのが太陽の光で取れればそのうち最終的に材木になるのは30粒米5分の1ぐらいですから、えー、やっぱりですね我々はベニヤとかそれから何ですかねあの割り箸とか、まあ、そういうものを紙ですねそれを積極的に人間あの日本の森林のものを使っていくというのが必要なわけですね。 で環境運動化ってもちろん全然矛盾したことを言ってるのは駄目なんですけども、えー、森林こそがですね太陽エネルギーを使用するつまり再生可能エネルギーを使用する最もいい、えー、再生なんですねで。日本はおまけに世界第3位の森林国で森林面積は67%秋田県とか高知県のように森林王国では80%を少し超えるぐらいの森林面積を持ってるわけで。 これを有効に使わずしてですね。まあ、日本の環境を論ずるなかれという感じなんですね。ですから、えー、ものすごく歪んでる。まあ、特に紙のリサイクルとか。それから割り箸を、その、結局、あの、忌避して、森林を壊すと言って、忌避してですね。そして、えー、端材を使わなくしてしまったと。まあ、製材業者もほとんど日本では潰れてしまって、その代わり、外材を使っているっていう、もう。 歪歪みに歪んだことになったわけですねこれはあの私が憲法改正反対ってやってるんですけど同じことなんですね。現在の日本はですね、もうすでになんか議論することができなくなってしまっているわけですね。ま,あ、まともな議論をしようとすると、まあ、その人をバッシングで叩くと、まあ、いうことになってるわけですね。僕なんかまあ、その生き残りみたいなもんで、えー、バッシングされてもバッシングされても頑張ってずっといろんなことをリサイクルしちゃダメだとか、温暖化は大したことないとかですね、山林を、 あ大切にするとか紙のリサイクルは20%ぐらいでいいんだって意識も言ってきましたが、まあ、言ってみればがっちり議論をするようなことができなくなったっていうことですね主には、まあ、朝日新聞と NHK の人たちが非常に強く反省をしてもらいたい、まあ、日本の子どもたちのために、えー、つまんない自分たちの,この利権とかあそこに、えー、ブナとかクリとかいった紅葉樹林を植えるとすると紅葉樹林は、えー、葉っぱが落ちますから。 やがてその葉っぱが土のところに溜まってですね、まあ、巨大な保水層を形成するだからさ若干雨が降ってもですねそれを全部吸収してくれるしかもどんぐりとかその落ちるのでそこでは熊とか鹿とか、えー、リスとかそういったものが住むことができるとそれから人里と、えー、山の,あいそ,のしその山の奥の間はですね、まあ、杉とかヒノキという針葉樹林を植えるとそうするとここは 新葉樹林ですからあんまり葉っぱが落ちない。まあ、しかし時々は簡単な枝打ちをしてですね、それで枝打ちの木が葉っぱが少し残るようにすると。それからここではどんぐりなんかとかその全然ありませんから野生動物はこの人工林のところは入ってこないということで山の奥から紅葉樹林のまあいわば自然林、それから定期的に植林をしてえ間引きをし、それでえと枝打ちをしてですね、立派な木が 生えて、まあ根が張っている杉とか檜のところ、まあこれを作ってですね。そして人里には動物も来ないし、それから水害雨が降ってもですね、保水性が高いと、まあそういうような森林をですね、計画的に作る必要があるわけですね。これはまあ私が聞くところによると、まあ林野庁っていうのが非常にそういうことではなくて、まあ林野庁に属、まあ自民党の属議員 自民党以外はまあ、ほとんど、えー、議員さんは興味がない何しろほとんどが東京にいますからね東京の議員会館なんかにいてですねまあ、山林を一生懸命考えるというのは人はいないわけですよねで従って、えー、まあ、今度の水害はですね差し木のあの根があんまり垂直に張らないような、えー、そういうやり方をしているという説もありますけど私はやっぱり基本的にはですねやっぱり間引いて 枝落ちをして、えー、下草を作ってそして山を保全し立派な材木を作りその立派な材木を作る過程で出る歯切れですねだいたい150リューベぐらい標準的に、えー、木質材料っていうのが太陽の光で取れればそのうち最終的に材木になるのは30リューベ5分の1ぐらいですから、えー、やっぱりですね我々はベニヤとか それから割り箸とか、まあ、そういうものを紙ですねそれを積極的に人間あの日本の森林のものを使っていくというのが必要なわけですね。で環境運動化ってもちろん全然矛盾したことを言ってるのはダメなんですけども、えー、森林こそがですね太陽エネルギーを使用するつまり再生可能エネルギーを使用する最もいい、えー、再生なんですね。で日本ははおまけに樹林を植えるるととそうするとここは 葉葉樹林ですからあまり葉っぱが落ちない、まあ、しかし時々は簡単な枝打ちをしてですねそれで枝打ちの木が葉っぱが少し残るようにするとそれからここではどんぐりなんかとかその全然ありませんから野生動物はこの人工林のところは入ってこないということで山の奥から紅葉樹林のまあいわば自然林それから定期的に植林をしてえ間引きをしえそれでえっと枝打ちをしてですね立派な木が 生えて、まあ根が張っている杉とか檜のところ、まあこれを作ってですね、そして人里には動物も来ないし、それから水害、雨が降ってもですね、保水性が高いと、まあそういうような森林をですね、計画的に作る必要があるわけですね。これはまあ私が聞くところによると、まあ林野庁っていうのが非常にそういうことではなくて、まあ林野庁に属、まあ自民党の属議員 自民党以外は、まあ、ほとんど、えー、議員さんは興味がない。何しろ、ほとんどが東京にいますからね、東京の議員会館なんかにいてですね、まあ、山林を一生懸命考えるというは人はいないわけですよね。で、従って、えー、まあ、今度の水害はですね、差し引きの,の根があんまり垂直に張らないような、えー、そういうやり方をしているという説もありますけど、私はやっぱり基本的にはですね、やっぱり間引いて、 枝落ちをして、えー、下草を作ってそして山を保全し立派な材木を作りその立派な材木を作る過程で出る歯切れですね、まあ、大体150リューベぐらい標準的に、えー、木質材料っていうのが太陽の光で取れればそのうち最終的に材木になるのは30リューベ5分の1ぐらいですから、えー、やっぱりですね我々はベニアとか それから、あの、何ですかね、あの、割り箸とか、まあ、そういうものを紙ですね。それを積極的に人間あの、日本の森林のものを使っていくというのが必要なわけですね。で環境運動家ってもちろん全然矛盾したことを言ってるのはダメなんですけども、えー、森林こそがですね、太陽エネルギーを使用する、つまり再生可能エネルギーを使用する、最もいい、えー、再生なんですねで。日本はおまけに世界第3位の 森林国で森林面積は67%秋田県とか高知県のように森林王国では80%を少し超えるぐらいの森林面積を持ってるわけで、まあ、これを有効に使わずしてですね、まあ、日本の環境を論ずるれという感じなんですねですから、えー、ものすごく歪んでる、まあ、特に紙のリサイクルとかそれから割り箸をその結局忌避して 森林を壊すといって忌避してですね、そして、えー、端材を使わない。